こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。私の名前は沖本瑠璃子と申します。これからあなたに話のまとめ方、仕方についてお話しいたします。もともと私はですね、コミュニケーション力がとっても低くって、人を指示、命令、威圧感で動かしてました。でも相手とうまく関わりながら、相手の気持ちをプラスにし、そして相手が期待以上に動いてくれる、そんなコミュニケーションの取り方を身につけたんです。その一つが、はい、話のまとめ方、仕方です。ではこれから話を進めてまいりましょう。まず聞き手の立場に立ってみましょうか。自分が聞く立場に立った時、相手の話の仕方、まとめ方で、こういうのちょっと嫌だなとか、困ったなって思う時、それってどんな時でしょうか。ちょっと考えてみてください。多くの方がこれは嫌だなというふうに言われるのが、まずだらだらと話が長い、そして何が言いたいのかよくわからないということがあります。今日はこの2つについてちょっとお話をさせてくださいね。そしてこの話がだらだらと長い、何が言いたいのかわからないっていうことを解決したならば、つまりこれが OK ということですよね。その OK になった時にはどんな効果があるのでしょうか。効果は、多くの方が言われるのが、相手に伝わるとか、相手が理解してくれた、仕事がうまくいくようになった、あるいはそうですね、なんか成果が出る、そんなことを言ってくださいます。ところがですね、その前に一つだけ重要なことがあるんです。どんな期待があっても、まず自分の話を聞いてもらえなければ意味がないんです。つまり一番最初に出る効果はこちらです。聞かれるということです。だからまず相手が聞くという気持ちにさせることが重要になります。そのためにどうすればいいのか、はい、これはですね、もう結論文法です。結論を最初に言うということですよね。では結論っていうと、大きな話の中で話を構成する、そう思うと難しくてできないです。なのでもうちょっとこれ簡単にしてみましょうか。つまり一文でいいんです。一つの文章の中の結論を前に持ってくる、これだけで十分なんです。例えばこちらをご覧ください。自己紹介の場合、こんなふうに言うことはありませんかね。沖本瑠璃子と申します。広島出身の20歳です。メロンが大好きで、はい、講師をやっています。もちろんこれもうまく相手には伝わります。しかしこれをもうちょっと工夫してみると、こんなふうに変わります。まずこちらですね、この沖本瑠璃子と申しますというところを、名前は沖本瑠璃子と申しますというふうに変えてみてはいかがでしょうか。ここに結論が、名前はが最初に来るわけです。次に広島出身の20歳です、これを出身は広島です、年は20歳です。どうでしょうか。結論が最初に来ています。メロンが大好きです、これは大好きな果物はメロンです。講師をやっています、いかがでしょうか。仕事は講師です。つまりこれから何を言うのか、結論をまず宣言するということです。もう一度ここでまとめました。名前は沖本瑠璃子と申します。出身は広島で、年は20歳です。大好きな果物はメロンです。
仕事は講師です。いかがでしょうか。つまり最初に宣言をするということです。宣言をすることによって聞く人は聞くという心構えができるんです。これから何を言うんだろうかということが分かるので、余計その話が聞きやすくなり受け止めやすくなるということになります。そして伝わりやすくなる、つまり伝わるということになります。話し手にとっては自分の思いこうだよっていうことがより相手に伝わりやすくなるということになります。したがって、はい、話し手と聞き手、聞き手にとっては聞くということになり、話し手にとってはうまく相手に話が伝わる、つまりこうしてほしいというこの思いが相手にうまく伝わることによって、自分の思い通りに、もしくはもっとそれ以上に、期待以上に動いてくれるようになるというわけです。さて、今ほんのちょっとのコツだけでしたけれども、いかがでしょうか。結論から言うということをとっても難しく考えてしまいがちですけれども、この一文のちょっとした結論を前に持ってくるだけでこんな風に変わってきます。ぜひ試してみてください。あなたにとって相手が期待以上に動いてくれる話のまとめ方、仕方、いかがでしょうか。以上、私、名前が沖本瑠璃子でした。どうぞまたこれからもよろしくお願いいたします。